君に会えて本当に良かったと思える日が来ると信じて歩いて行こう。突撃リーチェンジェル。さあということで突撃リーチェンジェルご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、のゆうきりこです。星野さくらです。さあということでさくらちゃん、実は突撃リーチェンジェル、はい、今回出るの初めてなんですよね。はい、初めてなんです。緊張してます。今日はね、はい、私が実践担当させていただいて、エンジェル2号さくらちゃん、はい、何するの？私はお客様とたくさんコミュニケーションを取りたいと思います。仲良くなるんですね。いっぱい仲良くなってきてください。はい、さあそして本日突撃リーチェンジェルを収録させていただく店舗さんも初ということで、あのニューダイエーのパート1さん、パート2さんにお邪魔しています。お邪魔してます。パート1さんで収録をさせていただき、パート2さんが地下1階になるんですけれども、はい、1円パチンココーナーのフロアとなっているんですよね。はい。さあということで、実はねこちらもう席も取っているんですけど、さくらちゃん、はい、応援してくれますか？もちろんです。もう私のパワーをもう全部、本当ちゃん、ちょっと私、はい、最近、はい、本当に勝利できてないんで。本当ですか？はい。ちょっとさくらちゃんのパワーをもらって、はい、頑張りたいなと思います。精一杯応援したいと思います。はい。はい、それでは突撃リーチェンジェルスタートでーす。突撃リーチェンジェルとは、この番組は勝利の女神リーチェンジェルが来店し、パチンコホールやお客様のご意見ご要望をもとに制作される完全オーダーメイドのパチンコパチスロ番組です。エンジェルの力量に応じて番組内容も多種多様、エンジェルの成長にも注目ですよ。今回はどんな展開となるのか、乞うご期待。いろんな店舗さんにね導入されるっていうことなんで、うち納め。さあそ
してここで15分来て、おびっくりマーク、これちょっといいんじゃないですか。あー学園じゃない、素晴らしいじゃない。もう言ってた通り時短、おーさワールドマップスタート。いやでも素晴らしい、来たかった。おもしやワンセット一回、あらリーチちゃん、おでもこれちょっと何もなさげ、大丈夫、びっくりしてる、ほらびっくりしてたもん、せぐみられて言われたからダメだって。お願い、ありがとう。おマリちゃん来たよ、マリちゃん来たよ、エンジェルからキャンディーもらいました。このパワーで当たれ当たれ当たる、もっと進んで進んで進んで、大好きロシアンシュークリーム対決、イエーイ。さあということで毎度おなじみのロシアンシュークリーム対決です。さあ今回はですね、こちら7個のシュークリームの中に1つだけ辛いわさびが入っているそうなんです。さあそしてですね、本日私リーチエンジェルゆうきりこと対決してくださるのがニューダイエーさんのジャハナさんです。ジャハナさん、じゃあちょっと私の対決に対して一言お願いします。え、なんとか頑張って勝てるように頑張ります。いや私絶対負けないんで、ちょっと皆さん応援してください。さあそれではロシアンシュークリーム対決スタートです。さあそれではジャハナさん、どちらが先にシュークリーム選ぶかじゃんけんで決めましょう。わかりました。最初はグーでいきますね。最初はグー、じゃんけんぽい。負けた。どっちなんですかこれ。え、どっちでもいいですけど、私女の子なんで後でしてくださると、後だといい、嬉しいですけど。じゃあ先の方でお願いします。あ、やさしい、やさしい、やさしい。さあそれではさくらちゃんシュークリームお願いします。はい、3秒以内にお願いします。一つだけルールで3秒以内に選んでください。はいはいはい、お早い、一口で言ってくださいね。はい、
いかがですか？おーせーやばい、これ1回目に引いたらまずいですよね。はい、お願いします。3、2、1、これ、はい、いきます。うん、セーフでーす。さあ、第2回目ということで、ジャマさんお願いします。はい、わかりました。3、はい、3早いダメよ。ごめんなさい。大丈夫ですか？慣れてないんで。大丈夫。おっせー。あー、ちょっとここで4分の1ということで、いけまーす。これいけまーす。うん、セーフでー。残り3つですよ。どれ？そろそろ引いてくださいよ。辛いの。このやつは？せーの。はい。ここでブブー、ヤマさんの負けでーす。さあ、ということでヤマさん、どうですか？喋れますか？真っ赤になってる、はい、どうですか？やばいです。あれです、本当に辛いですよね。ちょ、お水お願いします。さあ、ということでロシアンシュークリーム、リーチェンジェルの勝利でーす。ヤマさん、私取っちゃいましたよ。参りました。ありがとうございます。勝利の女神なんですよ。見てくれました？このパワー、思いっきり見ました。さあ、ということで、なんと勝者にはアピールタイムということで、リーチエンジェルからアピールタイムゲットです。さあ、最後にここで紹介しますので、皆さん楽しみにしていてください。ロシアンシュークリームでした。バイバイ。それではアピールタイムをゲットしましたので、私の告知をしたいと思います。私、ゆうきりこは大人気ライターの潮さんと一緒に D チェンジェルのセットアップという番組をやっています。こちら、私がスロットできないんですけれども、潮先生の指導のもと成長していくという番組になっていますので、皆さんぜひチェックしてください。その他にもアメブロ、ツイッターをやっております。ゆうきりこという名前でぜひアメブロ検索してみてくださいね。それでは以上アピールタイムでした。バイバーイ。さあ、ということで実践終了です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、さくらちゃんのパワーを借りたせいなのか、はい、なんと私勝利を掴んだんですよ。さすがです。じゃん、すごい。そうなんですよ、さくらちゃん、ありがとう。やっぱり私の力かもしれないですね。いや、そこからいや、でも本当にさくらちゃんがパワーくれたから、はい、いつも結構、はい、あんまね、スタートいいくなかったりするんですけど、そこからズズンって伸びて、はい、魚群も3回ぐらい引いて、そのうち外れるって言われてる魚群で2回も大当たり出てるし、すごい。ちょっと単発ばっかだったと思うんですけど、いや、勝ちは勝ちですか。そうですね、勝ちは勝ちですね、はい、さあ、そしてですね、私が実践中、さくらちゃんがね、キャンディー配りに来てくれたりと、はい、まあ、その時外れたんですけど、さくらちゃん、あれ、はい、いろんなお客さんと仲良くなれた？はい、本当に今日たくさんのお客様がいらしてたんですけど、うん、皆さん本当に優しくて、私もたくさんお話できてすっごく楽しい一日になりました。そう、ありがとうございました。横でね、打ちながらおーって見てた時にすっごい仲良く話してるからいいなと思ってて、はい、そしたら隣のね、私の隣で打ってたお兄さんも、はい、私に話しかけてくれて、すごい仲良くなれたんですよ。で、ちょっと私たちリーチエンジェルが実践していた近江2なんですけど、2島に渡ってあったんですが、どちらもすっごいドル箱が出てて、すごかったです。さあ、皆さん楽しんでいただいてたので、はい、あれ、これもしかして私たちリーチエンジェルのおかげじゃないですか？勝利の女神ですか？そうかもしれないですよ。ねえ、私たち絶対そうです。そうですね。さあ、ということで、ぜひ皆さん、次回私たちニューダイエパート1、2に実践収録に来た際には私たちと仲良くなれるし、実践風景も楽しんでいただけるということで、ぜひ皆さん突撃リーチエンジェルの収録の時には遊びに来てください。それでは突撃リーチエンジェル、ここで終了です。皆さん、バイバイ。バイバイ。え、待って、2個入ってた。え、めっちゃ怖いですけど。すいません、2個入ってます。もう間違えて2個入ってます。一応1個やったら、もし間違えたら僕らがあるんじゃないかと思うので、気づかないですね。